えこんにちはまあ貫禄というか重鎮というかねさまざ、あ、ま呼ばれ方見方はあるもんですけどもうん、まあ、確かにねあのそういうふうになっていこうかなとは意識していたところ多いんですよ。これ30歳ぐらいの時からね絶対になりたくない40とか50ってあったわけなんですよ。でそれを避けるように、まあ、10年とか20年かけてきたっていう思いはあるんですよね。ででこれももたたびび申し上げてるんですけども あのこうはなりたくない60代とかこうなりたい60代っていうのを目指しながら今10年かけてそこにチャレンジしてるって形なんですよねまあ10年かければあのなんとかなるんじゃないかなと思うんですよ、うん、いつの間にか60になる人っていませんからねやっぱ60年かかるわけですよ70になるのにも70年かかるわけですよこれも繰り返していますけどですんで年齢が50でも60でも 70までに10年間とか20年間の猶予があるわけですよねでその間に目指すべきもしくは避けるべき自分の10年後の姿20年後の姿ってあると思うんですよね。あのこれもたびたび申し上げることなんですけどもそのインターネットビジネス入ってね「3年で1億稼げるぞ」ってビリッて思ったのは当てずっぽうではあったんですけどもそれを励みにやるとまあ1億円以上は稼げて。 あのー、本当に自分の人生で良かったと思えるようになってきたことと今まで積み上げてきた,たことも挽回できたなっていう思いがね本当あったなってところこれもだから吉谷さんんととと共感すするとこじゃなないかなと思うんですよあのぼーっとしていてねああでもないこうでもないじゃなくって明確に避けるべきルートと外しちゃいけないルートねどんなに困難であろうともどんなに道が荒れていようとも 進まなければならないところとか、茨の道であろうとも靴を脱いで歩かなければならないところからはまあ、逃げなかったかなというとこですね。それはもう本当に目指すべき50代とか60代ではあったからだと思うんですけどもね。少なくともお金や時間にものすごく困るようなまあ、50歳とかは。 絶対に送りたたたたくくなななかかっっ目指しというところとこれはまあ誰とし人もそう思うんでしょうけどもじゃあそのために何をやってきたのかなってことなんですよ。その何をやってきたかが積み上がって10代や20代ではできなかったような30年とか40年とか50年っていう人生がね構築できるんではなかろうかっていうところですかね。まあ、思うこと様々ですけども いや本当に、ね、こう貫禄っていうのはただ単に太っただけじゃなくてやってきたなーっていう意味でも私は本当ね例えば5年前とか10年前の動画記録が残ってるわけじゃないですかで最近ねコメントがついたんですよ久保さんの FX のなんか動画を見て他のも見てきましたみたいな朝ねあのライブ放送でコメントついたんですけどもそのね FX の講義が5年とか6年前なんですよだから私の力が全くない頃 全然勝てててなかった頃の動画を見て何かを感じてライブ放送に来てくださったって方がいたんですけどもあれから何年も経ってますんで今はねほんと正確に勝てる FX をお届けてきますよっていうふうに自信を持って答えられたこともそのライブ放送中にね私の一つのその貫禄の一つかなと思いましてねあ自分ながらに見違えたなと思いましたねあのちょっと自信がないんですけどみたいな言い方じゃないんですよ大体何いくらぐらい100その時言ったのは100万円の お金を FX の口座に入れるんだったらそれだけで暮らしていけるぐらいのスキルは身につけさせることができますよっていう話で来たんですよね。ただし、10万とか20万では無理ですと <laughs>。それで、勝ち財もちっちゃいですからね。そういったあの具体的な金額に触れて、どのぐらいのバックが見込めるか、もちろん私も1 0 0戦年間ではないですから、ただ、4対6っていうかね、4割は負けるけども、6割は勝てるよっていうバランスで、それができるよっていうことね、本当、具体的に具体的に。 ライブ中にお話しできたのは私ながらにしてあこの5年6年を本当にやってきたんだなっていうふうに、まあ、自分で自分のことはねなんか、まあ、これは貫禄ついたなと思うところですよね、うん、なんか瞬時に答えれるみたいなしかもその裏付けもずっと動画で残ってるんで全部を見る人はいないと思いますけどもどこを見てもらっても結構ですみたいなね全てを晒し続けているところがなかなかまあよかったなとこういうね40代のラストシーンを迎えたいなと 思ってましたね。本当に良かった。うん、いや動画の時代本当ハッピーですよ。よしゃい。